はい、テルジーでございます。今晩のご飯を紹介します。なんかもやしと人参と鶏肉をあえたようなやつですけど、それとここに鶏肉の唐揚げですか、これ揚げたやつ入っております。それから味噌汁、長谷園の、これは昼毛でございます。昼毛、これはいつもの茶碗蒸しでございます。そして今日はからし明太子でございます。はい、で白ご飯、食後のデザートに、今日はひよこですな、ひよこ、はい、とみかんでございます。はい、今日はこれでいただいてみたいと思います。実食。では昼べをまず飲んでみましょうかね。うん、うまいですな。ご飯が進むくんです。うん、もやしとなんとかのあえたやつを、炒めたやつを食べてみます。うん、うん、これは豚肉ですな。豚肉ともやしと人参を和えたやつ、炒めたやつ、もやし炒め、うん、こう食べてみましょうかね。なんかわからんけど、うん、鶏のささみかな、鶏のささみ、味噌汁も食べます。うん、日本人なら味噌汁でしょう、ね、いや、これはからし明太子の皮を剥いて一個だけ取ってみましょうかね。ご飯の上に乗っけます。うん、うん、うん、たまりませんな、ささみ。うん、うん、あ、うまい、うまい。茶碗蒸しの皮を剥いてみたいと思います。ちょっと剥かないとね、これすぐ
すぐこぼれますからね、液が、汁がこぼれますからね、そっと剥かないと。はい、皮は剥きました。剥きました。汁がこぼれないようにそっと口に含みます。うん、おいしいです。